活動10年目に差し掛かるタイミングで突如現れた BTS 活動休止という大きなニュース。アーミーも楽しみに待つフェスタでの防弾会食で、彼らは一体何を語ったのでしょうか。誰もが憧れるような華やかなワールドスターとなった BTS。 そんなメンバーが涙ながらに語った今思うこととは。 BTS が活動休止を発表。唐突に話題の中心となった BTS の活動休止。世界を舞台に活躍する BTS が人気絶頂の今、なぜそのような展開になったのでしょうか。心底驚いたアーミーもいたでしょうし、近年の軌跡からなんとなく予感していたアーミーもいたでしょう。発表の舞台となったのは、アーミーも楽しみに待つ毎年恒例フェスタでの防弾会食です。 YouTube にて6月14日に動画が配信され、瞬く間に話題となりました。しかしここで一度落ち着いて今回の防弾会食を振り返ってみませんか。あまりのビッグニュースに活動休止が一人歩きしている状況になっていますが、彼らの口からそのような事実は述べられていません。現在休止中のラン BTS にも継続の意思を示しています。先にお伝えしますが、今回正しいのは休止ではなく、メンバーがソロ活動に集中するということ。事務所からも公式に活動休止ではありませんとの声明も出されました。結果的には活動休止との誤解を生んでしまいましたが、ソロ活動に集中することをメンバー自ら宣言してくれたことには大きな意味があると感じます。アーミーにすごく誠意を持っていて、 BTS についても誠実に考えてくれていることが伺えますよね。そもそもソロ活動することを発表すること自体、珍しいことではないでしょうか。他のグループで考えると、ソロ活動は至って珍しいことではありません。しかし、BTS はデビュー当時から7人でのグループ活動に重きを置いていたため、目立ったソロ活動は少ないグループでした。昔に比べると、最近では OST やプロデュース業など、個人の活動が少しずつ増えていたため、薄々感づいていたアーミーもいたようです。そんな彼らがこれからソロ活動に重点を置く意味は個々の成長のため。なぜこのタイミングなのか、なぜソロ活動なのか。せっかくメンバーがフェスタで直接アーミーにくれたメッセージは残さず汲み取りたいですよね。ここからは加熱する報道ではなく、BTS 自身の言葉に耳を傾けていきましょう。一体どのような経緯があって彼らは涙を流しながらソロ活動を発表したのでしょうか。メンバーが涙で語る心境と今後の活動は。6月10日にアンソロジーアルバム「プルーフ」をリリースした理由について、 RM が「今の僕たちは第一章です」と説明しました。本来は恩を引っ提げた大規模なワールドツアーを行う予定で、そこまでを BTS の第一章と捉えていたようです。しかし予期せぬパンデミックによりツアーは中断を余儀なくされます。予想外の展開でしたが、コロナ禍でも手探りで前進を続け、生み出されたのがダイナマイトやバターパーミッション2ダンスという全編英語の楽曲です。一躍 BTS を世界的に有名にした楽曲たちで、新たに沼入りしたアーミーも多いですよね。そう、この時期からアーミーは世界規模になりました。しかしこれも BTS にとっては予期せぬこと。感情が追いつかない部分もあったのかもしれません。当時の心境について RM が語っています。チームの何かが変わったのが分かった。オンやダイナマイトまではチームが僕の手の中にあった感覚だったけど、バター以降僕たちがどんなチームなのかわからなくなってしまいました。僕は歌詞にどんなメッセージを込めるのかをとても大切に思っていて、それが生きていく意味でもあります。だけど実はそういうのがなくなってしまった感じでした。思慮深い RM は
物理的にスケジュールをこなすばかりで一人で考える時間が持てないことで成長できなくなってしまったと感じたようです。そして世界に向けて何を発信すればいいのか、これからチームはどうすればいいのかがわからなくなってしまったと話します。機械的に自分の役割さえ果たせば今まで通りチームは回るけれど、そうすることでその枠の中から出てこられなくなるのではないかと悩み、考える時間が欲しいけれど、現実はそんな時間も与えられない。多忙な日々に追われる中で、そんな思考を2021年から先延ばしにしてきたと話す RM。 一度止まってゆっくり考え、自分やチームと向き合ってから戻ってくるという時間が欲しかったのですね。それすらも許されない現実に少し疲れてしまったようです。しかしその気持ちを正直に述べることがアーミーに対しての裏切りや無礼に感じて言えなかったのだと明かしました。最近では音楽活動以外にも精力的に活動してきた BTS の要となるリーダーを担い、さらに唯一堪能に英語が話せる RM はそれだけ多くの負荷がかかっていたはず。あまりに重たい重責を担わせてしまっていたのではと、こちらも心を痛めますね。また RM は現在の K-POP の状況について、アイドルというシステム自体が人を成熟させないのではないかと問題提起しています。とにかく忙しくて個人が成長する時間を与えられないと嘆いていました。トップアイドルが言うだけに重たく響く言葉ですね。本質を見失うことなくアイドルの在り方を考える RM の思考は後続の成長に大きな影響を与えそうです。シュガも RM と同じように7から8年前は歌詞を書くとき言いたいことがあるのにスキル不足で絞り出すのに苦労したけど、今は本当にありません。何を言うべきかわからないと迷いを見せました。愛する音楽に思いを込められない、歌詞が書けないというのはメッセージ性の強い楽曲を作ってきた BTS にとってとても辛いことなのではないでしょうか。それは本人たちにしか分かりえない感情ですが、想像するだけでやるせないですね。そしてテテが、僕たちがこれまで何倍も辛かった理由は団体に執着しすぎていたこともあって、ホビヒョンがみんなが個人で何かしら活動してから再集結すればその時のシナジーは他とは違うはずだって話してくれたんですと明かします。今後の活動については、最初に動き出すのは J-HOPE と決まっているようです。すでに7月に開催が予定されるアメリカの大型音楽フェスへの参加が決定していて、期待が高まっていますよね。そんな J-HOPE は今後の活動について、個人の音楽では BTS がこれまで築いてきた基調が変わっていくだろうから、その変化について話さなければならないし、それが必要な時期なのだと思います。 BTS が第2章に進むためにすごく重要な局面だから、ここできちんと話をした方がいいと語りました。突然ソロ活動に移行してはアーミーが混乱することは目に見えています。それをきちんと公表してくれるだけでなく、文書ではなく自分たちの言葉で自分たちの思うように言葉を選びながら話してくれている姿が印象的でした。これまでラップラインの3人はミックステープという形でソロでの音楽活動をしてきましたが、それらのコンテンツを今後は正式なアルバムとしてシフトしていくようです。10年目にしてようやくBTS の J-HOPE というグループの一員でいながらも個人として伝えたいものを発信していくのですね。 J-HOPE を皮切りに始めることになった BTS のソロ活動ですが、他のメンバーも順調に準備を進めているようです。以前からミックステープに挑戦していることを明かしていたテテやジミン、ジンも計画している様子。ジンはメンバー最後の発表になりそうだと話しており、チョングクはシュガの次に出すと宣言しています。今が BTS の生まれ変わるタイミングということなのでしょう。動画の最後に一人ずつコメントをするときには
思わず涙を浮かべる BTS の姿も。メンバーのことを心底思うシュガは、僕はただメンバーたちに辛い思いをしてほしくない。いつ終わるか、いつ死ぬかわからないけど、それまで幸せでいてほしいと望んでいました。チョングクは理解を求めているわけではないんです。だけどできる範囲で分かってほしい。僕たちは各々有意義な時間を過ごしながら、様々な経験をすることで次のステップへと成長して、皆さんの前に戻ってくる日が必ず来るはずだから、とまっすぐな瞳で話しています。ファンに感謝の思いを語るジミンは、目に涙を浮かべ、こぼれてしまわないように上を向いてやり過ごそうとしている姿が印象的でした。そして最後を締めくくったのが RM。 目を閉じたり、眉間にシワを寄せたり、涙をこらえながら真摯に胸の内を明かします。アーミーの皆さんが僕たちの本質です。だから皆さんと離れることはできないし、今こうして活動することに疲れたと話しながらも、そう伝えることに罪悪感を抱くのは、それは皆さんがそれを憎むんじゃないかって、僕が休みたいということが罪になるんじゃないかって。涙をためて赤くなった瞳で RM は絞り出すように、罪を告白するように今の気持ちを吐き出します。外食中何度も謝っていた RM ですが、休むことは決して罪などではありません。重荷になりたかったアーミーなどいないはず。 RM が感じる重責はあまりに大きすぎます。僕がやりたいこと、ただ守りたいことは共にステージに立つこと。それからこうして一緒に会食するときに幸せに話せること、幸せに何かできること、それが僕の全てです。言葉を詰まらせる RM と涙を浮かべるメンバー、共に涙したアーミーも多いでしょう。僕はただ長く防弾少年団でいたい。そのためには自分は自分として残るべきだと思います。僕は防弾じゃないから、防弾の一部だから、僕たちが昔みたいにかっこよく踊れなくなっても、僕は防弾少年団の RM でいたい。どうかこの気持ちを分かっていただきたいです。大々的に報道された活動休止というたったの4文字では表せない、アーミーにも計り知れないワールドスター BTS のリーダー RM の本心、全てを共有することは不可能ですが、この場で少しでも本音を言えたことで、向き合う期間を自分たちで作ったことで、未来がより良い方向へと進んでくれることを祈らずにはいられません。どうかこれ以上自分を責めないでほしいです。友情タトゥーについても、今回の防弾会食では BTS の友情タトゥーについても触れました。友情タトゥーは以前から話が上がっていて、なぜ今更と疑問に思っていたアーミーも多かったようです。しかしこの防弾会食で語ったことで、メンバーの覚悟を知ることができました。両親を思い、ピアスなど体に穴を開けることをこれまでしてこなかった J-HOPE や、誰かに気づかれるのが嫌でこれまで拒んできた RM のことを思うと、どれだけの覚悟を持って決意したのかわかります。先立って RM がインスタグラムのストーリーズで足首に入れた7というタトゥーを公開。テテはブライブで、僕はまだ友情タトゥーを入れていません。どの位置に入れるか決まっていないけど、決まったらチョングクと一緒に行くつもりですと話していました。防弾会食の席は RM もまだタトゥーを入れていないタイミングで設けられたようで、同じ位置に一本の線だけでもいいと思います。僕は見えないところにしたい、足の裏にしてもいい、数字の7にすると7人が話し合う貴重な光景も。 RM のタトゥーを見る限り、結局シュガの案である7が採用されたよう。いつでも7人でチームとして活動してきた BTS にぴったりです。離れてソロ活動をしている間も、友情タトゥーがあることでチームという戻る場所を再確認できる素敵なアイディアですよね。
まるで絆の具現化のよう。七人の決意を示すものでもあるのでしょう。アーミーはじめ、世界中で大騒ぎ。解散でも休止でもないとは言っても、ワールドスター BTS の形態変化は、もちろん、大きな動揺を生みます。日本では、防弾会食の動画が公開された当初、日本語字幕がついていなかったために、メンバーの意図を汲み取ることが難しかったのが現状です。また、朝の情報番組でも、大きく BTS 活動休止と取り上げられましたよね。これは、英語字幕に一因があるのではないかと言われています。英語字幕では、ハイエイタス、休止という単語が用いられたため、ここから誤解が生じた可能性が。せっかく、メンバーが直接伝えてくれた本心ですが、その本意を受け取るまでに情報が錯綜、混乱してしまった印象です。そして、やはりショックを受けるアーミーが続出。頭では理解できていても、感情が追いつかないものですよね。自分の中で噛み砕き、徐々に受け入れる体制が整ってからも、やはりファンとしては拭えない寂しさがあると思います。また、負担になっていたのではないかと心を痛める声も聞こえてきました。みんな順次ソロ活動。兵役は順番にかな、完全体に戻るまで数年かな。ここまでの話し合いでどれだけ泣いて苦しかったんだろう。でも、アーミーの前では笑ってくれてたんだね。ごめんね、辛かったよね、ありがとう。友情タトゥーの意味を深く噛みしめてる。また道は交わるよね。しかし、BTS が成長して戻ってくると言っているのなら、信じて待つのがアーミーです。彼らから伝えられた言葉を信じないわけにはいきませんよね。ずっと悩みながら、苦しくても辛くても走り続けてくれたんだよね。どれだけ苦しい思いを抱えてたかってことに胸が締め付けられる。七人の決断を直接聞かせてくれてありがとう。ソロ活動を自分を表現する。アーティストには絶対に必要なこと。七人の個性が楽しみだよ。中には、BTS の奇跡をコンサートだと思えば良いという素敵な意見も見られました。コンサートでは、中盤でソロ楽曲を披露しますよね。今はそのタイミングだということ。つまり、この先には、まだクライマックスにかける盛り上がりと、アンコールが待っているのです。そう考えると、ストンと気持ちの落としどころが見つかる気がしませんか？それにソロ活動が始まれば、単純計算で、以前の7倍忙しくなるということです。アーミーの皆さん、今から覚悟しましょう。ソロ活動で離れることが多くなっても、友情タトゥーという見えない絆でいつもつながっていたかったんだ。みんながそれぞれどこにいても自分らしくいてくれたら嬉しいな。愛しい人たちの決めたこと、寂しいけど受け止めて応援するよ。よくメンバーが言うでしょ、やりたいこと全部やって。まとめ。今回は突然降って湧いた BTS の活動休止についてお伝えしました。メンバーが涙を浮かべながら心境を語る姿は涙なしには見られませんでしたね。ソロ活動へシフトすることは BTS が新章に突入するため、成長するために必要不可欠なのだと思います。皆さんは BTS の決断をどのように捉えましたか？音楽に真摯に向き合う彼らが出した大きな決断、この先幸せな涙を流すことができるよう、引き続きメンバーが進む道を応援していきたいですね。